ということでね、次行きましょうかね。ノンリーさんいただいてました、どうも。スーマーゲストの関さん、こんばんは。こんばんは。私は今、弟と二人暮らしなのですが。これもう関さん、大好物来たよ。いいよね。夜な夜な。エロ漫画じゃん。うん、弟の、オナニーの弟、恋に悩まされています。すごい。いつも2時過ぎになると、もう少しですね。お風呂からシャワーとともに、軽快な音と声が聞こえてきて。その度に目が覚めてしまうので、音楽を聞いて気を紛らわしています。なるほど。弟はシャワーを出しているから聞こえないと思っているようですが、丸聞こえなんです。うん、弟に聞こえてますよと伝えた方がいいでしょうか。うん、お二人教えてくださいということで。分かった。電話つながってる。あ、ここはもう、だからもうちょっとお手本を見せてください。分かった。もう黙ってるから。オッケー。はい、じゃあ電話つながってます。はい、どうも。ノンリー。もしもし。もしもし。ノンリー元気？こんばんは。元気でーす。あれ、今日も弟さん一緒なんですか？いや、弟今日彼女ん家行ってていないんですよ。あ、彼女いるのに家でおなってんの、夜な夜な。そうなんです。若いからか。今いくつ弟は？弟23歳です。あ、そうなんだ。はい。え、ノンリーはいくつからオナニーしてた？いきなりそこ行くやな、やっぱ。ちょっとやり方わかんないです。あ、教えてあげようか、じゃあ。あでもさ、ノンリーさ、なんでさ、弟がオナニーしてじゃあ分かったの？あ、そうだよね、それ気になる。自分はオナニーもしたことないのにさ。いや、なんか、音が聞こえてきて。音ってどんな音？どんな音？ちょっとやってみて。やってみて、どういう音？それは調査する必要ある。なんか、最初なんか、水の音とともに、なんか、シュッシュって聞こえて。嘘でしょ、そんな。本当に？どうだっけ、それ漫画だよ。漫画の擬音じゃん、シュッシュって。池上良一さんの漫画で出るくらいの SE。そうだよね。そんな、なるほど。バッツって。そうだよ。ならないよ。すごい、傷追い人で見てる。チンコしごいて、シュッシュってなるなんてないぜ。いや、なるの？聞こえてきて。うん。妄想じゃないの？ノンリーさんの。いや、違います。じゃあ、それでどうです？シュッシュからどうなの？シュッシュからどんな風に音が変化するの？お二人の方がご存知でしょ？いやいや、知らねえな。いやいや。音なんかしないよ。うん。音知ったことないから。ねえ、シュッシュってどっか次どうなんだよ。いや、うん。なんか、弟が盛り上がってきて。うん。息遣いが。はい。ちょっとやってみて、ノンリー、その弟のものはね。それはちょっと。なんか、名前とか呼ぶんですよ。誰の？お姉ちゃんの？はい。多分なんか動画見てるのか分かんない。お姉ちゃんの？ノンリーの名前？私のじゃなくて、その、なんか多分動画とか見てて。あ、そうなんだ。はい。へぇ、動画見てて。マナちゃんみたいな？なんかそんな感じで。あ、好きな女優さん。そう、好きなんだよね。そうなんだ。で、最後はどうなる？最後。最後まで聞いたことないですけど。うん。その、もう、なんていうんですかね。ま、家にいるときはなんか毎日のように聞こえてくるんで。うんうん。けえな、それが、しんどいな。結構ハードにしてるんでしょ、一人。ねえ、すごいね。すごいね。すごいですね。だノンリーは気にしないと思われちゃってんじゃない？ええー。だから普段からさ、もう部屋で、なんかさ、友達がなんか弟と同居してるんだけどさ、毎晩なんか風呂でおなられてるみたいで、ああ、そういう弟本当やだよねって言って、よかった、あなたはしてなくってって言ってみたらどう？結構真面目に回答したな。そう。したらなんか、あれ？もしかして俺のこと知ってんのかなみたいな疑心暗鬼になりつつ、ちょっと怖くなるから、やるとしても控えめになったりとか、する可能性あるよね。そうですね。うん。言ったことないですね。そうでしょ？はい。あとなんか、朝起きた時に、あれなんか、風呂場になんかキノコの匂いするって言って、言ってみたら。あれ？キノコ、マッシュルームみたいな匂いするけど、なんだろうって言って。いや、ちょっと、でもそれが効くよね。うん。なんか、はい、ハンバーグ、マッシュルームソースのハンバーグ食べたくなってきちゃったなーって言って。言ってみたらどう？したらなんか、あ、やばい、匂いが残っちゃってるって思われるかもよ。そうだよね。そうですね。うん。あと、ノンリーもだからおなればいいんじゃない？同時に。絶対俺それなると思った、この話の最後。絶対それいいよ。絶対なると思ったけど。いいよ、無理しなくていい。もう付き合わなくていい。おなってね。もういい。もう、ノンリー、バイバイ。おなる！バイバイ！バイバイ！弟、よろしくな、弟によろしく言ってくれ。はい。バイバイ。逃げろ、今のうちに逃げろ。うん、危ねえぞ。
いやー。そうです。さくらまなさんです。たかしくんから。まなさんね。まなさん、さくらまなさんから教えてもらった。かわいいんですよね、さくらさん。いやー、しかし、意外とまともに答えるんですね、最後。そうなんだよ。綺麗に終わってた。いや、だから、うん、僕は本当に、下ネタが言いたいわけじゃなくて、本当にそういうので悩んでる子の解決してあげたいっていう。してあげたい。そう、だから普通の相談だって乗るさ。あ、そうなのか。そうさ。ちゃんとやってんだな。女にも乗るし。うん、相談にも乗るさ。たくさんのメッセージ、どうもありがとうございました。